何なのここは。古いドルイドの遺跡と聞いています。もっとも最近は使われていないようですが。予言の戦士、火の勇者様、私たちはあなた様が来られるのをお待ちしていました。私は長女のジョイアと申します。次女のピエタ、そして三女のイーラ。どうか私たちをお助けください。予言の戦士、火の勇者様、この村は呪われた村。恐ろしい魔物に襲われ、残っているのは私たちだけ。そしてこのままでは私たちも。魔物はこの村の西、湖に浮かぶ赤き城ブラッド城に潜んでいるの。魔物の名は永遠のサングエ。赤き城からやってきては村人を、そして父を。永遠のサングエ、ここに我が家に伝わる伝説の十字剣があります。これを使えば必ずや魔物にとどめをさせるはず。どうか火の勇者様、これであの忌まわしき魔物を打ち倒してくださいませ。傷ついたのでしたらでもいらしてください。火の勇者様、私たち姉妹が誠心誠意を込めて傷を癒して差し上げます。お怪我をなさったのですか。西の湖に浮かぶブラッド城に救う魔物を必ずや打ち倒してください。火の勇者様、伝説の十字剣で永遠のサングエにとどめのくさびを。
たちか。我が息子を救ってくれたのは。ああ、そうか。これは深く礼をせねばならん。我らの一族はもはや滅びる運命にある。かつては天神と呼ばれた我らドラゴンも翼を失い、天空へ昇ることも飛ぶこともできぬ。恋しき天空を眺め涙し、悲しみの中に消えてゆき、今や私と息子を残すのみ。いずれ消える定めとしても、我が息子はそれには早い。我が息子を救ってくれた者よ、お前たちにこの青き石を授けよう。青き石は我ら一族が天空のものであった証。お前たちの役に立つかどうかはわからぬが、持って行くがよい。また気が向いたら訪ねてくるがいい。昔話を聞かせてやろう。かつて全ての神々がその支配を求め争った。その戦いはラグナロック、神々の黄昏と呼ばれ、ある神は死に、ある神はこの地を去り、我らは天空より落ちた。遠い遠い昔のことだ。ご機嫌よう。我がブラッド城へようこそ。私が永遠のサングエだ。君たちをお人よしという。せいぜい苦しまないようにしてあげよう。さあおいで。
見事に騙されおって。そんな月影十字剣で私を倒せると思ったのか？君たちに勝機はない。さあ、死の世界へ誘ってあげよう。君たちをお人よしという。見事に騙されおって。
のサングエを抹殺する十字剣をどこに隠した？言え！やっと思い出したよ、貴様のこと。帰ってきたのかい、この裏切り者。月影十字剣で倒せるとでも思ったのかい。さあ言え、十字剣はどこだ。太陽十字剣かい。貴様には手の届かぬところ。どこだ。空中回廊。貴様には到底登れぬ場所だよ。土台空中回廊へのモンスラ、貴様には見つけることはできまい。歌舞伎さん、お国さん、待ってください。どうしたの、ゼアミ。千里面を呼ぶのです、このストーンヘンジが。またわけのわからんこと言い出しやがって。こんな石柱が何だってんだか。試してみましょう。ねえ、一人で行きまいてんだか。おめんが呼ぶ。子供がお人形で遊んでるわけじゃなし。もちもち、お元気でちゅか。てか歌舞伎。歌舞伎様、行きましょう。はい。